大谷翔平を攻め立てます。塁が全て埋まりました。そして打席に吉村、昨日もお立ち台に上がったこの吉村選手がこのシリーズキモキモでね、いい働きしてますよね。そうですね、特に地元出身の選手ですしね、嬉しいじゃないですかね。そうですね、はい、ファイターズの内野ショートセカンドは前進守備を敷きません。2回の裏のホークス先制のチャンスです。捉えた、松田も3塁を蹴っている。中村は三塁ストップ、打った吉村は二塁へ。大谷翔平から吉村がツーベース。吉村のガッツポーズに一塁側のベンチの選手たちも応えました。初球ですよね、非常に、状態もいいですしね、こういう積極的な姿というのがやっぱりいいですね。そうですね、もう今のなんか完全に置きに来たストレートですよね。カウントを取りたいという意識のストレートでしたからね。それを見逃さずにレッドの横へ、これで2者を迎え出ました。そして吉村のこのガッツポーズ。さあなおも吉村が2塁、そしてファーストランナーの中村も3塁です。今度はファイターズ、栗山監督率いますファイターズの内野手が前進守備で追加点を阻もうとしています。でベンチからもこれサードが近藤選手が投げた外野のレフトを少し前に寄せましたか。いずれにしても内野はベースとベースを結ぶ仮想線上のところまで前に来ています。今日初回からね、大谷投手あまり全力投球っていう姿を見ててないですよね、そしてちょっと力を入れた時のに自分をコントロールできて、ボールもコントロールできてないんですよね。ホークスの藤井康雄バッティングコーチもファーストステージのバファローズとの初戦で投げた時にやはり力みということで大谷の三遊間破りました。三塁ランナーだけホームイン、3対0。大谷から2回3点を奪いました。先ほど4杯レポーターからも伝えてくれましたが、栗山監督試合前にとにかく翔平の、大谷投手の先のこともあるけれども、今日は勝たなくてはならない試合なので、昨日の草抜きよりも早くピッチャーを変えることもあるという話もしていましたが、ちょっとね、最初にね、明石選手のコメントであったようにね、やっぱりストレート、空振りするボールじゃないんですよね。狙っていけば捉えられるんですよね。